田中幸太郎田中幸太郎は、日本の内務官僚、府県知事、奈良県出身、農業田中梅太郎の長男として生まれる。経過中学第一高等学校を経て、1913年7月、東京帝国大学法科大学政治学科を優等で卒業し、銀土系を授与された。内務省に入り、東京付属となり、内務部土木課に配属。 同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。1915年10月、福岡県理事官内務部署務課長に就任。以後、内務省地方局事務官、内務所機関、地方局長村課長などを歴任。1923年3月から1924年4月まで、欧米に出張。1924年7月、地方局都市課長となる。 さらに、地方局財務課長、復興局政治部長などを務めた。1929年5月、東京市助役となり、翌年5月まで在任。1931年12月、静岡県知事に就任。以後、長崎県、愛知県、大阪府の各知事を歴任した。1947年3月に大阪府知事を退任し、その後、 地方自治連盟理事長、財団法人法司会会長、日本財政学会顧問、関東屋外広告連盟顧問、松下電気産業顧問などを歴任。その他、京都大学、九州大学、明治大学、日本大学、大阪商科大学、駒沢大学の各講師を務めている。1968年1月17日死去。去年79。 ありがとうございます。